訓練は新型コロナの影響で2年ぶりの実施となります。2日間で警察官と自衛隊員合わせて100人が参加し、緊急時の自衛隊員の輸送や共同での検問などを通し役割と連携を確認します。今日は警察車両に続いて自衛隊の車列が走行する訓練も行われました。こうやって実際ですね、お互い顔を付け合わせてお互いの隊員同士がですね、訓練するというところに非常に大きな狙いがあります。現場において情報を共有でき、お互いの任務分担を完遂できるよう努めていきたいと考えております。5月には G7 広島サミットも控えていて、県警と自衛隊はいざという時の連携を強化したい考えです。